はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけでですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の動画の最後にですね、最近また恐ろしいことが起こったのでとね、こう言い残して終わったんですけどもね、まあ、その恐ろしいことというのはですね、これなんですけどもね、ちょっと見てください皆さん、これね、これです。これね、ちょっと黒いもの、白いものなのでね、黒いもので後ろかぶせますけど、これ普通のマジックですよ。横幅がこれ、あ、落ちた落ちた、すいません、これですわ。ね、これね、しっかり、あ、待って、ちょっと硬いものなんですよ。実はね、2日前にですね、お昼にピザを食べたんですよ。丸いピザでね、この8等分された、S サイズぐらいのほんまに小さいコーンピザなんですけども、それをこう食べて2口目にね、こう硬いものを噛んで、おかしいなーってこう思ったんですよね。だってピザって柔らかいじゃないですか。しかもこう8等分サイズ、ちゃんと切られたピザでね、ちゃんと尖ってるこのピザの真ん中のところからちゃんと食べたんですよ。あーんってね。で、2口目も柔らかかったし、で耳のね、外側の耳もね、硬くなかったしね。ほんで確認しようと思ってね、その硬いものを口からパッと取り出したらね、歯やったんですよ、これ。しかも治療した左奥の歯やったんですよ。でしかしね、その奥歯が丸々ポロッと取れたわけじゃなくて、ね、歯の内側がね、剥がれるように、根元からね、折れるように取れたんですよ。しかもその歯はですね、外側から虫歯が進行していってて、結果的に内側を残して、その他はこの外側の他の部分っていうのは削ってて、内側を壁にして、ここに向かって詰め物を詰めてたんですよね、こうやって。そしてその残った壁にしてたこの歯の根元が黒くなってたので、ここで根腐れした植木のようにもろくなってたんでしょうね。そこからここを起点にですね、こうポロッと取れたわけなんですよ。それもこれもやっぱりですね、免疫抑制剤がね、原因だと思います。僕はね、昨日もお話しした通りなんですけどもね、白血病になってで、抗がん剤をして骨髄移植をしました。で、その骨髄移植の副作用と合併症を抑えるために免疫抑制剤を飲んでます。で、免疫抑制剤というのはですね、硬いものを柔らかくしてね、ボロボロにしてしまう性質を持っておりまして、そしてその硬いものというのが人間の体でいうとですね、骨とね、歯に当たります。で、骨に関してはね、柔らかくボロボロになる、その先にはですね、骨粗鬆症とかね、大腿骨頭壊死症というね、もう怖い病気になる可能性があります。でそして歯に関してはもうお分かりの通りなんですけどね、虫歯なんですよね。このようにね、硬いものの歯とかね、骨をね、柔らかくボロボロにしてしまいます。そしてね、免疫抑制剤を飲んでるがためにですね、最近はマシになったんですけども、唾液の分泌がすごい悪くてですね、口の粘膜を保護できずに、まだまだ乾燥し気味なんですよ。でね、その虫歯菌の繁殖がね、盛んになってしまってて、虫歯になってしまいます。もうこれまでもずっとね、虫歯で悩んできててね、2020年、去年ですよ、2020年にはですね、22回もね、もう歯医者に行ってたので、まさにもうね、デンタルイヤーでした。そんな今までの歯の取れ方というのはですね、その虫歯になって治療して詰めたものが取れるというのがね、主流だったんです。でまあ、普通に言ってますけども、まあ、よく考えたらすごい非常識なことですよね。もう僕からしたらね、慣れてしまっててですね、詰めてた詰め物が取れてしまうことになんてね、もう驚かなくなってしまったんですよ。まあ、去年のね、22回のうちにですね、詰めていた者たちがですね、もうことごとくこう全滅していっててですね、まあ、痛みがひどい箇所っていうのは再構築してもらっていて、でも痛みが出てないところっていうのはまだまだその放置状態なんです。しかしね、今回はですね、再構築してもらって、痛みのない箇所の詰め物ではなくて、詰め物を詰めるためのベースになっている削ってない歯が取れたので、まあ、このパターンはですね、初めてで、まだ慣れてなくて、めっちゃ驚きました。もうこんなサプライズいらんのですけどね、まあ、まだまだ虫歯の進行がね、進んでるってことをね、思い知らされる一撃でしたわ。今までのね、詰めてた詰め物が取れる取れ方っていうのも、そのベースの歯が虫歯になって、
って詰め物との接着面が脆くなっててガバガバになってこっちがポロッと落ちる感じですけども、今回はその逆でね、詰め物がしっかり残ってる状態ですので少しだけその歯が、勝てた状態の感覚なんですよ。なのでこの詰めてある詰め物が残っているので、歯の形としてはあるんですよ。だから歯としては機能してるんで噛むことには、何の支障もありません。といっても、こんだけね剥がれてるんでね、そこそこ重症だと思うんですけどね。とそんな感じでですね、最近また起こってしまった恐ろしいことというのはですね、詰め物を詰めるためのベースになってた歯がですね、植木の根元の根腐れのように根元から折れて剥がれたというお話でございました。今週通院なんでね、ちゃんとね見てもらってきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。